はい、どうも、さん、こんにちは。ということで、今日はですね、セールスの動向を撮っていこうと思います。はい。まあ、だいぶ見たらわかるけどね。はい。ということで、かなりお久しぶりの動画ですね。まあ、はい。最近ね、なんか、週1になっちゃうな。2週間に1回ぐらいしか本当に動画撮ってないです、なんか。うん、まあ、ちょっといろいろあってね、なんか。はい。そうです。ああ、俺これ、ここにぶっ切られた。はい。やっていきましょう。で、ちょっとね、本当に久しぶりの動画なんで、これも。本当にトークが続くかわかんないっていう心配を僕はしてますよ。よくね、皆さん、他の人の動画を見るでしょうかね。はい。まあ、いろいろ、スカウトの動画とか出してる人の動画見れたらわかるんですけど、まあ、明らかに僕とトーク力が違うんですよ。僕も動画見て思ったんですけど、この人よく喋れんなーみたいな感じでね、思って動画をね、見たりしてます。他の人のね。本当にね、撮影しながら喋るってね、超難しいと思うんだよね。撮影っていうか、まあ、プレイしながら撮るっていうのがね、超難しいことだと自分の中で思ってるんで、皆さんもやってみてくださいよ。こう普段やってるゲームでね、実況しながら、おお、ワッターファ実況しながら撮るっていうね、はい、やってみてくださいよ。本当、僕はね、この実況できなさすぎて超撮り直ししてますからね、動画。もうこの動画も、もうすでに、あれです。もう6回目です、これ。まあ、これね、またボツになったらね、次、また撮るんですけどね、本当に。やばいですよ。もうなんかね、半分以上喋れてないというか、まあ、半分以上はちょっと持ったかもしれないんですけど、めっちゃ喋れてないんですよ。めっちゃ喋れてない。はい。本当にやばいわ。ね、実況力をつけようかなーと思いつつ。はい、ありますね。僕の場合、プレイしてなくても喋れないっていうね、すごい能力を持ってるので。まあでも人と話すのは結構僕好きなんですけどね。なんか、今完全にこれ周りから見たら独り言じゃないですか。なんでなんか、ね。なんか変ですね。なんか誰かと会話しながらやるならまだ、まだマシになると思うんですけど。まあなんか、一人は苦手なのかな？なんか。こんな感じですね。まあ一応ね、ちょっと実況頑張ってね、こう、今撮ってるので。ちょっと本当に喋れてないところは申し訳ないです。もう、僕はね、まあ、さっきいろんな人の動画を見てるって言ったんですけど、まあ、それはね、まあ、飛び込んだ。まあ、普通に名前は出していいと思うんで言いますけど、まあ、クロスケさんですね。クロスケさんの動画をね、割と、こう、なんだろう、見てますね。はい。まあ、本当に、20分ぐらいずーっと喋ってて、と尊敬しますね。はい。もう、なんだろうな。もう実況のプロって言ってもいいんじゃないかな、本当に。あんだけプレイしながらね、なんか喋れてるって本当すごいっすよ、あれ。でね、この実況もね、うまいしね。はい。もう建築も素晴らしいし、もうなんか、羨ましいっす、本当。おっと、なんか今ね、すいません、これね、登録表示出てますね。やべやべやべ、これ積んだんじゃね？こう、シフトしよう。おお この人今、チーズを飛ばしたぞ。チーズじゃねえ、剣だ、これ、多分今。何やってんだ？
よし、割と順調今回は。取り直ししなくて済むぞ。でもまだ5分だから、まだ半分以上ある。はい。なんかね、さっきの動画というか、まあ、撮った動画なんですけど、なんかもう、あ、もうこれでいいやと思って、編集しようと思ったんだけど、なんか、あそこ撮れてなかったかな、みたいな。撮れてなかったって、まあ、なんか喋れてない部分あったなって思って、撮り直してますね、今。なんと。はい。あぶねえ。あぶねえ。でもね、まあ、多分あれだと思うんですよ。そのさっき戦ったシーンとか。あそこはちょっと黙ってもね、ほんと仕方ないかなとは自分の中で思ってるんですけど、どう思いますか皆さん。はい、僕には無理でしたね。はい。もうね、ああいう部分はもう仕方ない。もう、うん。ドンマイ。ドンマイ。まあ、ドンマイですね。あ、ドンマイってあれです。自分が喋れないっていうところのドンマイです。はい。あー、もうどうしたらいいんだろう。まあでも、多分、僕の動画をね、結構前から見てくれてる人だったら、まあこういうのって結構慣れてんじゃないかな。けどね、他の実況者さんからね、来た人た、方たちは、か、うん。あの、本当に僕のトークスキルが他の実況者と違って、クソっていうのがわかると思います。はい、クソですよね。そこの皆さん、画面の前の皆さん、あ、これダメだ。これパクリって言われる。動画の前の皆さん、動画の前の皆さんでおかしくね。てかね、まあ、前の僕はですね、なんかね、発狂っていうイメージしかね、なんか、皆さんいなかったと思うんですけど、発狂もなんかできなくなっちゃったんですよね。なんか、発狂なんか難しくないですか？なんか、今思えば。叫ぶんだよ。いやいやいや。後ろが来てる。ふぅー、スレッチよ。はい、あなたもストレンスの。はい。ああ、負けようと思った。ああ、クラッシュしたかと思った。マジ怖え。恐怖す。あ、止まった。ラック。あ、止まった。待って。動いてない。あ、お前か。はっ！オッケー。ちょっと今、マイクが止まっちゃうんで。なんで、あぶねえ。あぶな。やばいっすね、今。めっちゃ止まってますね。スクリーンショットらしいんで、はい。誰か知らないけど、ね。はい、よし、戦おう。運命の戦いだ、これが。あれ、この人、運命の戦う前に、テンクス、ナウキルミ、ノー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 。じゃ、戦おう。はいはいはい。I love you。もうこの人、優勝あげましょう。バイバーイ。はははは。オッケー。あとなんだろう。今何分撮ってる？9分。まだ9分なの？もうね、僕、10分ぐらいの動画を撮りたいんですよ。なんか、最近10分ぐらいの動画がいいんかなって思い、かなり動画の長さに意識してます。もう10分間喋るっていうのは、マジ辛い。もうやめたくなりますよ。11人来てる。これは僕オールキルできるぞ。12人だ。オールキル。なんか消すさ、ごめんね。カチャカチャじゃねえよ、お前。よし。ふっ！
ファイヤーじゃん。君のファイヤーもらおうぜ。この人倒したい。この人倒してファイヤーをゲットしたい。逃げないで。この人倒しましょう、もう先。で、あの人が来てくれればラッキー。オッケー。ありがたい。ストレンスでね、2発殴ったのはかなりでかいでしょう。残念。よし。ファイヤースペクト。お。あれ？あ！あーあったー、よかったー。俺ね、ファイヤースペクト大好きなんですよ、ほんとに。なんか敵を燃やす感覚はもう、超好きです。好きですね、あれ。神だ、ファイヤースペクトは。そしてね、ラストの敵はね、どこにいるかわかんないという。まあ、こいつがね、こいつ？この方様がね、僕のトークの時間をくれてるという風に考えれば。もうすごくありがたいことですよ。何言ってんだろう。敵がいませんね、ほんとに。あんま伸ばして、あ、いたわ。よし。こんばんは。オッケー。ラスト行きましょう。お！これはあれですね。あれでしゅ。ロケットありますね、みんな。この真ん中に。ロケットなんかな、これって。よくわかんないですよね。あれに似てるけどな。ロケットですね、これは。おそらく。これ絶対落としてくるじゃん。残念。ダイヤゲン持ってます。あれ？オッケー。まあ、フル装備ですね。前ね、なんかね、めっちゃかっすいチェストがあって、鉄ブーツと鉄パンツしか入ってないっていう、ね。本当にもうよくわかんないチェストにありました。本当迷惑っすわ、あれは。ファイアースペクト欲しかった。ファイアースペクト欲しかった。ストレンスつけてるけど、全然殴れてませんね。これが、釣り竿の力ですね。あ、待って、俺、エスケープボタン押した？あ、違う、エスケープじゃない、半角キー。そうだ、半角キーオフにするの焦った。やっべ！お前よ、お前よ、ノノ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 お前ら、おい、戦え！戦え！あ、ノー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 。皆さん、このいきなりの振り返り使ってみてください。これね、本当にね、まず強い。振り返り強い。はい、じゃあラストいきまーす。何喋るか。まあ。ですね。何しようかな。まあ、これからね、ちょっとずつ、まあ、また忙しくなってくる時期はあると思うので、はい。まあ、その時はね、また動画投稿とか、できなくなっちゃうんで。はい、よろしくお願いします。なんかさ、いっぱい動画撮っていて予約しとくか。なんか予約投稿みたいのできるらしいんですよね。YouTube は神か。いや、予約投稿って本当にね、YouTuber にとっては本当にマジでありがたいと思う、あれは。おー、マイカーをびっくりした。の。ういういうい。
この人、X ネストリオさんのスキンですね。ハロー、X ネストリオ、ネストリオ、バーイ。あ、スクリーニー、ごめんね。ストーリー。チャット全然最近見なくなりました、なんか。プレイの方にすごい集中しちゃって。あとね、僕ね、ジッターですかって言われるんですけど、ジッターとかもう、わかんないです。もう、なんもできないんで。もう、普通のクリックです。まあ、僕はね、どちらかというと、エイムの方を意識してるので、そんなにクリック数はいらないと思ってるんで、正直。皆さんも、エイムの方をね、ちょっと意識して戦ってみてはいかがでしょうか。はい。あ、でも、クリック数早いことにはね、まあ、損はないと思うので、全然。めっちゃ早い人とかいるよね。なんか、ジッタで15とか。もうよくわかんないですもん。はい。というわけで、今日はね、またちょっと、僕にとってはちょっと長い動画かもしれなかったんですけど、まあ、これからのこととか、なんだろう。まあ、実況のね、まあ、苦労というか、を話しました。はい。じゃあまた次回もお会いしましょう。さよなら。